두 번째 시간 개발자 패널 개발자 노트가 진행될 예정입니다. 오늘 함께해 주실 분은 요시다 나오키 PD님과 사운드 디렉터 석현상입니다. 한 박수 한번 부탁드릴게요. 네, 사전에 여러분들께서 그 저희가 공지 올린 것에 질문을 올려주신 것들 중에서 저희가 추려서 여기 보이는 상자 안에 넣어놨어요. 그래서 이 두 분이 뽑으시면 그걸 제가 읽어드려서 답변해드리는 형태로 진행할 예정입니다. 넘버 14 14번 질문을 뽑으셨네요. 하면 14번 질문, 예, 야시툴라는 에이션트 텔레포의 후유증으로 시력을 잃었는데 연구 초토지대가 끝나고 나오는 영상에서 이미 기능이 정지한 마도변기를 확인할 수 있는 모습을 볼 수 있었습니다. 에테르의 흐름으로 주위를 알 수 있는 감각의 한계를 알고 싶습니다. 먼저 생명体という 의미では 생명体はまず全部 에테르の流れがあるので見えます. 일단 생명체라는 의미에서는 생명체는 모두 에테르의 흐름이 있기 때문에 전부 볼 수 있습니다. 네, 사라니 고부 이시とか それからそれを元に作っている染料とかそういったものもどれぐらいの年代のものなのかみたいなのも エーテルの流れから判断できます. 그리고 그에 더해서 광물, 그러니까 즉 돌이라든지 이런 것에서 만들어진 염료 등도 에테르의 흐름이 존재하기 때문에 연대를 알 수가 있습니다. 사라니 기계 そのものはわからないんですけど, 에오르세야 もしくは その世界で活動している帝国のマシンは基本的に精輪水で動いているので, その精輪水の流れを見ているので 완전히 停止しているか 動いているか っていうのが 認識できてます. 그리고 일단 그 기계 자체는 알 수가 없지만 에오르제아에서 만들어진 제국의 기계인 마도 변기는 청린수로 움직이고 있기 때문에 에틀의 흐름으로 알 수가 있습니다. 마력이 高い っていうのは 便利だと思います. 마력이 높은 건 편리하네요. 헤. 소켄가 신다 ふりしてても すぐ分かっちゃう、ヤシトラだとね。 그러니까 그것이 죽은 척을 하고 있어도 금방 알 수가 있습니다. よくしてますけどね、 개발 부스でね。 소켄상 자신은 항상 개발 부스에서 제가 죽은 척을 잘 하고 있는데. 소켄, あなた寝ていないで早く仕事しなさいみたいな。 소켄상은 죽어 있지 마시고 일을 해주세요. 자, 이요. 자, 次. 네, 두 번째 질문 바로 뽑도록 하겠습니다. 넘버 1, 아, 7. 넘버 7, 일곱 번째 질문입니다. 오프닝 트레일러의 섀도우 브링어즈가 정말 좋았습니다. 특히 이터널 윈드와 도중에 맞물리는 부분이 정말 좋습니다. 이 곡을 작곡할 때의 에피소드가 있다면 듣고 싶어요. 또 영상과 곡이 깔끔하게 맞아떨어지는데 제작 과정을 알고 싶습니다. 먼저, そもそもでこのシャドーブリンガーズの 基本となる曲を作るにあたって吉田とかなり話をしました. 우선 이 섀도우브링거즈를 만들기 위해서 이 곡 자체의 기본 바탕이 되는 곡을 먼저 만드는데요. 그 곡을 만들기 위해서 그 시점에 요시다 PD와 소켄 본인이 굉장히 많은 시간 회의를 거듭했습니다. 막 구체적으로 今までのようにオーケストラで行けばいいのか、それともそうではないのかっていうところから始まりました. 구체적으로는 예를 들어서 지금까지 해왔던 것처럼 뭐 오케스트라로 만들 건지 아니면 뭐 다르게 할 건지 그런 부분부터 논의를 시작하고요. 네, 今回は結果的にまあいろいろ話をしましたけど結果的に言うと皆さんが聴いてるシャドーブリンガーズの音楽構成になったわけですが. 뭐 그렇게 협의를 거친 결과물로서 오늘 트레일러에서 보신 여러분들이 들으신 그 곡이 완성이 된 건데요. やっぱりその途中でどんな楽器を使ってとかいうのはやっぱり都度都度かなり話をしながら作っていきました. 부분 부분 요소 요소에 어떤 악기를 실제 넣을 것인지 그런 세세한 부분은 사실 그 이슈가 발생할 때마다 석혜인 씨 또 요시다 PD 본인 두 분이서 결정을 합니다. 마지막에 모메타 템화ですね. 도중에 유규의 風의 멜로디가 入るんですけども, そこでバイオリン
の音にするのかギターの音にするのかっていうところで最後まで揉めましたね。이번 섀도우 브링어즈 곡에 있어서 가장 석현 씨 본인과 요시다 PD 간에 굉장히 많이 의견이 좁혀지지 않았던, 쉽게 말하면 싸운 부분은 중간에 들으시면 이터널 윈드 멜로디가 나가는 부분에 해당 멜로디를 바이올린으로 길지 아니면 기타로 길지에 대해서 굉장히 많은 의논이 있었습니다. 今回はその 타이틀에 反逆者っていう言葉が入ってるので これを表す反抗のテーマとしてやっぱギターでしょうみたいな話をしてたんですよ元々ね。 일단은 저희 이번에 협상판 제목에 반역자라는 단어가 들어가기 때문에 이런 느낌을 가장 잘 살릴 수 있는 것은 역시 기타가 아닌가라는 얘기를 처음에 하고 있었습니다. どうせだったら FF っぽくない Final Fantasyっぽくない 曲にしようとしていたところ 悠久の風がメロディーラインとして 入ってくることになったので、あそこをバイオリンにすると一気に FF っぽくなるから、いや最後までギターでいいんじゃないかっていうのが僕の主張。 일단 이번에는 파이널 판타지스럽지 않은 곡을 만들자라는 생각에서 시작을 했는데요. 도중에 이터널 윈드가 주요 멜로디로 들어가게 되면은 한 번에 이게 바이올린이 됐을 때 특별히 더 파이널 판타지스럽게 변해버리기 때문에 요시다 본인으로서는 끝까지 그걸 파이널 판타지스럽지 않은 곡으로 하는 게 맞지 않나라는 취지가 있었습니다. 네, 両方の 버전을 作ったんですけども, やっぱ最終的に サウンド ディレクターとして 譲れない 点があったんで, バイオリンに 落ち着いたということになりました。 그래서 결국에는 기타 버전과 바이올린 버전 둘을 두 개 다 만들었어요, 처음에는. 그런데 양쪽 만들어 놓고 들어봤을 때 역시 소겐 본인이 사운드 디렉터로서 그 어떤 양보하고 싶지 않은 어떤 자존심이 있어서 결국에는 바이올린 버전이 되었습니다. 근데 이마 기타 버전도 その 바이올린 버전 両方 作ったって 言ったじゃない, この人。 지금 이분 바이올린 버전도 기타 버전도 둘 다 만들었다고 하셨잖아요. 근데 기타 버전은 마지막까지 聞かせても 그래なかった. 그런데도 기타 버전은 끝까지 들려주지도 않았어요. 다메다. 아래 다메다. 그건 안 되죠. 바이올린데. 바이올린은 안 되죠. 이마다から 이마스요. 마다 言ってなかったけど. 意外とね 기타 버전 結構 良かったから. 뭐 지금에서야 말할 수 있는 거지만 기타 버전도 나쁘지 않았거든요, 사실. こっち選ばれたらやべえなと思って聞かせませんでした。 처음부터 이걸 둘 다 요시다 피아노 들려주면 기타 버전 선택되기 뻔했기 때문에 일부러 안 들려줬습니다. 좀더 가야겠다. 직구리 하나 세워볼까. 조금 돌아가서 좀 느긋하게 얘기해 볼까요? 아또あのもう一点あの映像と曲が綺麗に噛み合ってるっていうんですけど。 두 번째 질문 주신 내용 중에 영상하고 곡이 잘 맞물린다는 부분에 대해서인데요. これはあのファイナルファンタジー14はもう全部どのトレーラーもそうなんですけど、絵が先にできて、絵尺、要は絵の尺が固定されます。 이거는 파이널 판타지 14의 지금까지 여러분들이 봐오신 모든 트레일러에 해당되는 제작 과정인데 우선 먼저 그림, 영상을 먼저 만들고 해당 영상이 몇 분, 몇 초짜리인지를 먼저 초수를 결정합니다. なんで音楽はその絵に合わせてきっちり作っていくっていう手法をとってます。 그래서 결정된 영상과 그 초수에 맞추어서 음악을 넣는 작업, 이런 순서로 항상 진행을 하고 있습니다. 大体完成近くなってくると、あのソケンとかサウンドの方から映像チームにあと0.2秒ここ伸ばしてくれみたいなのがたまにやり取りされてます。 완성이 가까워지면은 이제 영상팀의 사운드 디렉터 소켄씨로부터 이 부분 어떻게 2초만이라도 좀 늘려줘! 라는 지시가 많이 내려갑니다. まあまあ、そうやって完成してます。 그렇게 완성이 되어갑니다. 네, 충분한 답변이 되셨길 바라고요. 참고로 오늘 기조 강의에서 발표해드린 그 섀도우브링어즈 트레일러는 저희 한국판 그 유튜브 채널에 올라가 있으니까 언제든지 다시 확인하실 수 있습니다. 11, 넘버 11. 네, 채팅 로그에서 설정할 수 있는 색상값을 늘려주시거나 다양하게 만들어주실 생각이 없으신가요? 채팅창을 눈에 띄게 나누려 해도 한눈에 구분이 잘 되지 않고 칙칙한 색들이 많아 다양하게 구분하려면 상당히 고민하게 됩니다. これはね... 이건 말이죠. 야, 言ってることはわかるんですよ. 말하고 있는 바는 알겠습니다. 데모나 그런데요 좀 야
色の識別って個体差、個人差が実はすごく大きいんですよ。世界区別이라는게사실개인차가굉장히큰부분이거든요。皆さんよくね、ちょっと今日せっかくたくさんの光の戦士が集まってるから、後でこう見つめ合って見てもらいたいんですけど。오늘빛의전사분들이많이모이셨으니까서로한번바라봐주셨으면좋겠는데요目の色素色の濃さってみんな本当に個人個人違うのでその影響もあって色の判別って本当に人によって差が大きいのでみんながこうあごめんねみんながこうこの色でいいよねっていう色を選ぶのはすごい難しいんですよ눈의색소를보시면아시겠지만색소라는게개인에따라서굉장히큰차이가나기때문에모두의눈에아이색이그색이구나하고하는지점을찾는거는굉장히어려운일입니다ただ一応ちょっと増やせないか UI チームには伝えておきます일단늘릴수는없을지에대한부분은전해두겠습니다네충분한답변되시길바랍니다다음은소켄상이질문을뽑도록하겠습니다あそういえばそういう意味では色もそうですけど耳があまりそんなに聞こえないよっていう方にもファイナルファンタジー14は対応策が入ってるんでそういう方でも遊べるようにしてますよ그런의미로조금첨언을드리자면은아시고계신분은아시겠지만현재파이널판타지게임시스템상에조금어떤청력에어떤부자유스러운분이있으신분귀가안좋으신분들께서음율음악을식별할수있는장치가옵션에들어가있긴합니다넘버2파이널판타지14에서는과거파이널판타지시리즈의음악이어레인지돼서쓰이는경우가많은데オレンジ에서특별히신경쓰시는부분이있나요やっぱりファイナルファンタジーの音楽といえば、まあ上松さんの音楽だと僕は思っているのでその上松さんの音楽を、まあ、汚さないというか、まあ、大事にしようっていうのが大元の根幹にあります우선가장근간이되는이어레인지의방침에있어서는요아시겠지만파이널판타지의역대많은음악이모두우에마츠노보라는일본의유명한작곡가의곡이굉장히많습니다그래서그분의곡을어레인지를하는경우가굉장히많아서그런경우에는그분의음악을어떤뭐랄까더럽히지않는소중하게다루는그런어떤느낌을먼저근간에갖고어레인지를하고있습니다まあそれもありつつなんですけどやっぱり僕はゲーム体験が全てだと思ってるのでそれ、まあ、要はゲームのコンテンツに過去のファイナルファンタジーの曲を合わすための工夫というのはやっぱりゲーム体験を主軸に、気をつけながら作ってます거기에대해서조금더나아가서생각을하자면은소켄씨본인자신은게임에있어서는게임체험에맞는음악을제공하는것이무엇보다중요하다고보고있기때문에어레인지를하면서도해당곡이파이널판타지14의콘텐츠에들어왔을때어떻게집어넣어야굉장히콘텐츠와맞는음악이될까라는것을항상고민하면서만들고있습니다ちなみに一番アレンジで苦労した曲って何참고로어레인지할때가장고생한곡은무엇인가요やっぱビッグブリッジかな그아래아길가메시가길가메시선길가메시 전투나올때빅브리지의전투라는곡이있거든요그곡이가장하기어려웠었네요あの曲は多数本当に多数アレンジされてるんでファイナルファンタジー14にマッチングするアレンジを過去作でもなくその多数のアレンジの中からでもそうなく14オリジナルの色に仕上げなきゃいけないっていうプレッシャーもあったんですごく難しかったです이곡은제가지금설명을드려서무슨곡인지감이안잡히는분들계실때딱들으면이거하실거예요근데그곡자체가굉장히오래된곡이기때문에과거에파이널판타지14이외에파이널판타지시리즈에서도굉장히많은어레인지가됐었던곡이었습니다그래서그곡을그런과거의어레인지와는다른파이널판타지14만의오리지널한어레인지를하고싶었던그런부분이가장커서거기에맞추는것이가장어려웠던점이었습니다아또뭐있고아노네단순히
曲数がね曲の分数が長いっていうことで、あの前回の礼式の、妖精乱舞あれは単純に長いから作るの大変でした。それ 何編でしたっけ。シグマ編。あ、ありがとうございます。또한가지굉장히어려웠던어렌지하는게어려웠던곡이그시그마편 4층영식을영웅편을하게되면은거기에보시면은이제그랜드크로스가나오잖아요거기에어떤거를넣어야음악을넣어야될지굉장히어려웠습니다야근데뭐 まさにさっき게임体験が全て先にあるべきって言ったのをあの曲体現していると思っていて、コンテンツのこう流れに従って第一楽章第二楽章、第三楽章とこうま進んでいくじゃない。あれはね素晴らしいと思いましたよ。그래도방금게임체험이먼저앞에와야한다고말씀하셨는데요그런점을생각했을때그런임무의제1액션제2액션제3액션을고려하면서작곡되는부분이굉장히멋지다고생각했습니다야だって BG チームが後ろ動かしちゃうんだもん。フェーズに음악을웬만하면한곡으로만들고싶은데우리백그라운드그래픽 BG 를만드는팀에서페이지가바뀔때마다자꾸 BG 를배경을바꾸어요그래서음악을바꿀수밖에없었던점이있었습니다まあみんなリスペクトがすごいからな다들과거에어떤어레인지하는콘텐츠라든가오마주하는콘텐츠에대한어떤리스펙트존경심이굉장히크기때문에あんなのされたらね、サウンドだってやんないとまずいですね。まあ気持ちはわかりますけどね。と背景が変わると、さすがにサウンド専門으로하는팀에서도、あ、変わる背景に맞게음악을만들어야지하는그런어떤의욕이나기때문에요。네、계속해서다음질문으로가도록할게요。ナンバー16。16번。16번째질문。영웅낮장이나루그가생각보다허지품자리를많이차지합니다야만족화폐처럼루그랑낮장을화폐목록쪽으로넣을순없을까요에이 야야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 마치다마에마치다마에일단기다리시고요잠시만入れることはできるんですよもちろん일단넣는것은물론가능합니다でもさ2パッチぐらい経つと使わなくなるじゃん。그렇지만2패치정도건너가면안쓰게되잖아요。今度はさ、その使わなくなったトークンで通貨リストがどんどんでかくなってくじゃない？그럼이제안쓰게된토큰들을계속넣어주면은그화폐리스트가점점길어지잖아요。まあそれで入れてないっていうのが理由です。일단그래서넣지않았다는것이이유입니다。なので使わなくなったら捨てる。그러니까안쓰게되었으면버려주세요。ね、使わないものは捨てる。안쓰는것은버립니다。いや、なんか捨てらんないんだよな。아이、그걸못버리잖아요、사실。なんでだよ。アイテムをさ、右クリックすんじゃん。捨てるって書いてあんじゃん。ポチって押すんだよ。じゃ、ピュって。アイテムへ키를올리고오른쪽키를누르면은버린다가있잖아요버리기누르면버려져요야나때なんか苦労して取ったトークンを捨てるのが忍びなくて私そっちがです왜아니고생해서클리어해서얻은낮장인데어떻게버려요그걸じゃあなんかと交換できるまで貯めて交換すりゃええよ逆にね그럼뭔가교환가는것을 하는것을교환하면되잖아요なんかね、後にいいものと交換できるんじゃないかなみたいな。あい、그래도그걸지금교환안하고좀쌓아두면나중에좀더좋은거랑교환할수있지않을까라는희망도있잖아요。じゃあ、トークン用のゴミ箱設置しようか。그러면은이런낮장용쓰레기통을새로만들까요？そこにポイって入れたら花火あげるわみたいな。거기에그냥넣기만하면주기만하면되잖아요。それだ。よし、次。그럼다음가겠습니다。네。계속해서다음질문가겠습니다。ナンバー6。네、지금까지파이널판타지14의곡을작곡하면서가장시간이오래걸린혹은가장고생한곳은무엇인가요？まあ、苦労したっていう点で言うと、ヘブンズワードかな。고생했다는관점에서말씀드리면첫번째가이제헤븐즈워드일것같아요
まあ、何度も言ってるんですけど몇 번이고 과거에말을했는데이걸絵がね、絵の尺がさっきも言ったようにフィックスされた状態で영상아까도말씀드렸지만우리영상을몇초인지를정한다음에음악을만드는데그영상초수가결정된다음에프로오케스트라で그영상초수그긴초수에다가오케스트라그것도풀오케스트라로しかもそのフルオーケストラ要はデスクトップミュージックと言われている打ち込みではなく 生レコーディングでしろと그거를게다가프로프로오케스트라를데스크탑뭐어떤쓰르나마이ですよね多分쓰르나마이ですよね데스크탑なんちゃらで데스크탑뭐라고하는그음악을만드는툴상에서오케스트라악기를넣는것이아니라모두다생연주로실제연주로녹음을하라는지시가있었고네あのまあ2週間で作れと그걸 2주일안에만들어라まあ言うやつがいるんですよ。まあ、그런걸얘기하는사람이있어요、옆에。この本屋のファンタジー14っていう開発には。이방향전14개발팀안에그런걸얘기하는사람이있단얘기입니다。あれ誰でしたっけ？누구였던거야그게？え、ソケンじゃないの？ソケン、뭐ソケン씨아니었나요？いや、違うんですよ。ちょっと僕からも一言言わせてください。조금기다려주세요。저에게도할말이있습니다。まあ。蒼天の石ガールド、ヘブンズワードという拡張を作るときに2つ大きなテーマソングが必要でした。2つ重要な曲が必要だった。창천의이슈가르드확장팩을만들때두가지중요한곡이필요했습니다。上松さんに書いていただく蒼天の石ガールドという物語を全部イメージできる曲。첫번째로는우에마츠씨에게부탁할창천의이슈가르드스토리를모두알수있는곡하나まあこれが名曲ドラゴンソングなわけですよ이것이메인테마곡인드래곤송입니다それともう一つ蒼天の石ガルドヘブンズバードのオープニングトレーラーの後ろで流れている曲今回シャドウブリンガーズで言えばそのシャドウブリンガーズっていう曲が、まあ、まさにそう그리고두번째로는창천오프닝트레일러에흐르는그곡인데요시력의반역사셰도우브린거스처럼그곡이필요했습니다だから僕はかねてからソケンにドラゴンソングは植松さんに書いていただいてヘブンズワードというあのオープニングトレーラーの曲はソケンがに書いてほしいっていうのを言ってたんですずっと그러니까저는계속해서첫번째드래곤송은植松씨에게써달라고얘기를하고두번째곡은소켄씨에게써달라고계속말하고있었습니다で植松さんからついにドラゴンソングのねベースメロディーが上がってきました그래서마지막으로아마침내植松씨로부터드래곤송의악보가도착했습니다でソケンが나키さん合わないけどこの曲オープニングトレーラーに그리고소켄씨로부터요시사씨이거오프닝이안맞는데요너君が書くしかない書いてって言ったじゃん그래서나는아저요시다씨께서석현씨에게이거는네가써줄수밖에없지않겠니라고말했어요まあその時点で残り2週間だったっていう話뭐그런결과로마지막2주간이었습니다忘れもしないですね1月の30日でしたね아직도잊혀지지않는1월31일그날이었네요で納品の期日が2月の13日でしたね그래서1월31일날그얘기를듣고납품을달라는날짜가2월13일이었나요この話を同業他社のねサウンドさんそれからミュージシャンの方とかにいろいろ話したことがあるんですよ이지금까지설명드린얘기를과거에뭐뮤지션들이라니까동업자들음악업계동업자들한테얘기한적이있었어요몇번이나아뭐僕たちはファイナルファンタジー14のスタッフにはなれないなって言ってました아그럼뭐우리는뭐파이널판타지14음악스텝은못하겠네이런반응이었습니다はい소겐님박수박수일단박수해주세요감사합니다오늘밤에피아노콘서트에서드래곤송라이브로들을수있는거아시죠今日夜ピアノコンサートドラゴンソングライブで聴けますよね。꼭그때까지참석해주시기바랍니다。はい、ぜひ聴いてくださいね。다음질문갈게요。次行きます。ナンバー19。대부분의에테라이트광장을보면에테라이트아래에물이고여있는것같아요。
혹시에테레이트설치에는물이특별히연관이있나요궁금합니다すごい簡単な質問で助かります굉장히긴간단한질문이라서네관계ございません관계없습니다じゃあなんで近くに水があるんだ그러면왜근처에물이있을까요なんとなく綺麗だからです그냥어쩌다보니까예뻐보여서입니다以上끝입니다네매우네 심플하네요관계ないんだもん다음질문가도록하겠습니다4번4번, 4번질문입니다오 오네앤서와드래곤송에태어나게된배경이궁금합니다뭐드래곤송은아까言った通りで特に僕はアンサーズっていうのが QFF14 オリジナルの14のメインテーマでドラゴンソングっていうのは蒼天のエシガルドのメインテーマ아까드래곤송은그배경에대해서설명을드렸었는데요특히앤서즈는그파이널판타지14의테마곡이고드래곤송은창천의이슈가르드의테마곡이라는생각을하고있었습니다네僕は Q14 가론치してから14を引き継いだのである意味アンサーズには関わってないです그리고요시다자신은그파이널판타지14이런칭하고난다음에팀에참여하게 되었기때문에앤서즈의탄생에대해서는일단관계가없습니다で、なんとか RM リボン、神聖オルゼを作って、で、いよいよ蒼天の石ガルドで、自分がある意味こう初めて FF をゼロから作るぞみたいな気分で作ることになったので、改めて植松さんに僕らが考えた曲をぜひ書いてほしいですって言って、まあ、その流出戦争っていうものの、その悲惨さとかを実際にテキストに書いて、植松さんに伝えたので、僕にとってかなり思い出深い曲です、ドラゴンソング。新生をロンチングを나서、그다음에、창천의이슈가르드를ロンチング할때、본인으로서는파이널판타지에처음으로본인이전부손을들여서만든그런감회가깊은의미가있었기때문에고에마츠씨에게드래곤송의배경에대해서용시전쟁이라든지이런내용들을텍스트로요청을해서작곡을하게되었습니다그래서굉장히의미가있는곡입니다앤서즈는그래서앤서즈는요뭐앤서즈といえば思い出深いのが時代の終焉トレーラーですかね그앤서즈얘기를시작하면가장기억에남는게시대의종년트레일러인데요혹시아실까모르겠습니다만은あの時のね映像チームが勝手にもうどんどん映像作っちゃって그때영상팀이별공유없이자기들원하는영상을계속진행해만들어나갔었어요で僕の曲でしたら、まあ後からね、そのエジャクに合わせて曲作ればいいんですけども、今回アンサーズはもうすでにできてしまってた曲なんで、絵を勝手に作られると困っちゃうわけですね。우선말씀드린것처럼영상의초수가결정된다음에음악을만들기시작하는게원래개발방향흐름인데그당시에는영상도만들어져있었고그리고앤서즈라는곡자체도만들어져있었기때문에아니곡이만들어진상태에서영상을함께이미많이진행이되어있었던상태였기때문에그런상태에서음악을조율하는것이굉장히힘이들었던기억이있습니다で映像では、ガレマール帝国と、エオルゼア同盟軍がガーッと戦ってましたけども、会社の中ではですね、サウンドチームと映像チームが戦ってました그래서영상을보시면아보신분들있으면ちょっと映像のことを紹介しますね多分何の映像かっていうのがあると思うので그유튜브영상을보시면구버전파이널판타지14의그종말영상이있잖아요그전투에오르제아동맹군과제국군이전투를하면서거기에다가용이나오고메테오가떨어지고하는그영상그걸말하는건데그때그영상을보시면은제국군과그리고에오르제아동맹군이한창그전투를하는씬이굉장히많이나오는데사내에서는사운드팀과영상팀이똑같은식으로배틀을전투를하고있습니다야근데아래ほら다라가브から
こうバハムートがドーンって最初に出てくる瞬間のさ、あのドルルってバス上がってくところとかさ、もうそのために作ったのかなみたいな感じじゃない。그래도그달라가보에서바하무트가막나와가지고모든걸파괴하는그장면을생각하고만들었다고생각했어요 열심히한거라니까그러니까그걸해냈다니까요아そうなんだ俺は運命的に噛み合ったのかなって思ってた저는운명적으로저는운명적으로그게맞아떨어졌다고생각했어요그래서사운드와映像팀이뭐지머미네로센서를해서나도가타이밍을맞았다이렇게운명적으로맞아떨어진게아니라아까말씀드린것처럼영상팀이랑사운드팀이피치게피치기게싸움을해서어떻게맞춘거란얘기인거죠아노에서発注したの僕なんですけど영상자체를발주한건자신이었습니다만단순히映像を見て와すごい映像できたなって思ってました그냥그영상을보고서와대단한영상이만들어졌구나라고생각했습니다そんな苦労してると思わなかったごめんね그렇게고생했을줄몰랐어요미안해요 네계속해서다음질문가도록하겠습니다넘버10 네열번째질문이고요장비함에들어있는아이템이게임에서얻은룩템인지혹은유료로구매한아이템인지헷갈립니다유료아이템은따로표시하거나알아보기쉽도록개선할수는없나요これはですね、できなくはないです。이건불가능하진않습니다。ただ一つ結構大きな問題があります。그러나한가지큰문제가있습니다。運営する地域によって同じアイテムでもキャンペーンで配ったものもあれば有料で売られているものもあるのでフラグがみんなバラバラになってしまうんです。ですよ운영하는서비스하는지역에따라서같은아이템이라도캠페인등을통해서배포된게있고판매된아이템이있기때문에그런카테고라이즈가굉장히카테고라이즈가통일되어있지않습니다例えば分かりやすい例で説明すると今日発表された新しい한복あれは韓国の皆さんはシーズナルイベントをプレイすればもらえます。販売ですね。あ、今回販売なのか。今まで過去にはあったよね。そういう。一回だけありました。一番最初に。去年も販売でした。はい。もう一回言おうか。예를들면은이번에공개되었던한국전용의상인한복의경우에는옛날에한국서비스에서는이걸시즈널이벤트로배포를했었는데요다른지역에서는그렇지않았던경우도있었습니다そうでもあれってグローバルのプレイヤーはみんな販売で買ってるんですよその場合にどっちのフラグをつけたらいいのかがすごい迷ってしまうのでグローバル편에서는 이한복들을전부판매했기때문에이경우에는어떤후광을해야될지고민하게됩니다だから販売かどうかではなくインゲームでゲームコンテンツをプレイしていれば手に入るものとそうじゃないイベント販売も含めてイベントで手に入るみたいな形だったらできるかもしれないのでまあ多分アイテム担当者がやるんですかって言いそうだけど聞いてはみますね아그래서이아까플래그라는말씀을조금나왔었는데아이템들에대해서각각속성을 이아이템은판매용뭐이아이템배포용이런걸결정하는플래그라는개발요소가있어요그래서그걸각팀각지역에따라서한복같은경우에는판매하는아이템은판매용의플래그를세우고배포같은경우에는배포용의플래그를세우고그런오퍼레이션이필요한데근데그렇지가않다보니까만약에말씀하신것처럼유료무료의구분이아니라예를들어서판매용또는이벤트시즈널이벤트를통해배포하는그런용도의한가지의카테고리하고또한가지인게임플레이를통해서 100% 얻을수있는내용의카테고리그두가지의구분으로플래그를만드는것은가능할지도모르겠는데이얘기를듣고우리아이템팀담당자가아니그런게있나요라고반문해올지모르겠습니다만은하이네다음질문가도록하겠습니다넘버8게임플레이를하면걷는소리먹는소리문여는소리새소리물소리등이생활형 소리가파이널판타지14에는정말많습니다
보통이런효과음은누가먼저제시해서넣게되는지제일공들였던효과음은무엇인지궁금합니다또끈큰뚱냥이를타고내릴때나는야옹소리는진짜고양이소리인지사람이우는소리인지궁금합니다설마소켄씨의목소리인가요まず、まあ、生活音というか効果音に関してなんですけども우선생활음이랄까효과음에대한얘기를드리면요やっぱりこのサウンドで一番大事な、効果音、まあ、技の音とかもありますけどもやっぱりその土地に生きているっていう、その没入感を得るためにはこういった地味なんですけども細かくたくさんの生活の効果音が必要になりますサウンド효과음이굉장히물론중요합니다효과음중에서는뭐잡액션이라든가그런기술스킬굉장히티가많이나는멋진효과음도있지만무엇보다중요한것은그지역에있는몰입감을잘알수있는잘밖으로티는나지않지만그런생활에서들을수있는그런소리들을찾는것도굉장히중요한데요で、これらの効果音は、うちの、サウンドスタッフが、日々、土地を、開発中のですね、エオルゼアを、まあ、大自世界だったり歩き回って、どこにどんな音が必要なのかっていうのを一度、リスト化します그래서이런생활음효과음을만들때에는우리사운드부의스텝들이개발스텝들이실제에우르제아또는여러분들이이번에갔을제1세계의각필드각지역을실제스텝들이일일이구석구석돌아다니면서여기에어떤소리가있어야좋을까를먼저리스트로만듭니다ただその音が、単純に置いておけばいいというわけではなくてエフェクトに紐づく音なのかそれともモーションに紐づく音なのかそれともBGR というか BG の方に紐づくものなのか要は、天候だったりそれから風の音だったりは一体どこに配置すればいいのかっていうのを、チーム開発チーム側と一緒に、ミーティングしながら作っていっています그래서자이러이지역에는어떤어음이소리가있으면좋겠다가리스트가만들어지면요그걸그냥그런소리를만들어서붙이면되냐그런게또아닙니다이걸각각의효과음같은경우에는 이효과음이이펙트에걸리는효과음인지또는모션케이트의모션에걸리는효과음인지또는백그라운드그래픽 BG 에걸리는어떤효과음인지그런것들을모두고려를해서배치를해야돼요예를들어서날씨라든가바람소리그런것들은어디에어떻게배치를해야가장효과적으로들릴수있을까그런것들을항상사운드개발팀이실제게임시스템개발팀과머리를맞대고논의해서결정을합니다ファイナルファンタジー14ですと何もしない状態でキャラクターを放置してても常に効果音はだいたい100から150音ぐらいは鳴ってます。그래서파이널판타지14의경우에는요여러분들이자신의캐릭터를어떤장소에아무행동도하지않고그대로세워놓기만해도실제로는100개에서150개이상의효과음이항상들리는상태에놓여있습니다네それらのファイル数をまあ、全て合計すると大体数万ファイルになりますこれは全てサウンドスタッフが地道に作っていった音になってます그래서이런부분들의파일수를합하면거의수만개의파일이존재한다고하는데요이런파일들은우리사운드팀의개발스텝들이눈에띄지는않지만조용히자신의역할을다하면서만들고있는그런파일들입니다いや実際すごいなと思うのが開発中のマップって当然音が鳴ってないところに素研のチームの環境の音を担当しているスタッフはその何もない音が鳴ってないまだ開発中のマップに入ってってここにきっとこういう音いるよなとかここの木立から風が吹いたら木が擦れる音した方がいいよなって想像しながら作っていくんだよね대단하구나라고느끼는점은처음에개발상태일때는소리가없는데요그런소리가없는곳에서소켄씨의사운드팀은이걸보고서아여기서이런나무가흔들리는소리가나겠구나어디서이런환경소리가나면은자연스럽겠구나하는것을생각하면서넣어주는것이대단합니다だから僕らはよくゲームそのものをデザインゲームのルールをデザインするからゲームデザイナーって呼ばれますけどやっぱりうちのサウンドチーム素研を筆頭に
音を設計する、音をデザインするから、やっぱサウンドデザイナーっていう言い方の方が正しいんだろうなって最近特に思うようになりました。저희 개발 팀들은 게임의 룰, 규칙을 만들고 있기 때문에 게임 디자인이라고 불리고 있는데요. 소켄 씨의 사운드 팀은 소리를 디자인하는 것이기 때문에 정확히 말하자면 사운드 디자이너 쪽이 좀 더 정확하지 않을까 생각이 듭니다. 아또 빅 팟 캣 마운드의 声ですか? 그리고 이제 그 뭐야 또 큰 뚱냥이 소리 그건가요? 난테 표현したらいいか 分かんないよね あの 声. 어떻게 표현해야 될지 모르겠네요. 아, 그렇죠. 소리. 방금 내신 낸 이 목소리 맞죠? 끈뚱냥이 소리가. 자, 아래와, 아んまり言いたくなかったですけど, 何の声か言いましょうか. 그 얘기를 그렇게 하고 싶지 않았는데, 뭔 소리인지 말씀을 좀 드릴게요. 아래, 僕の声じゃないです. 일단 소켄 본인의 목소리는 아니고요. 猫の声を加工したものと. 고양이 목소리를 가공한 소리와 샤도우 브링가즈의 그레므린이 喋ってましたけど, 아이츠의 声이 混ざってます. 고양이 소리를 가공한 소리하고, 그리고 아까 트레일러 보셨던 그레므린이 나왔잖아요. 그 그레므린 목소리를 넣어서 섞어서 가공한 소리라고 합니다. 네, 이상입니다. 이상입니다. ずっと長く14のね サウンド デザインを支えてくれてる スタッフが いるんですけど、ソケンの一番弟子みたいな人がね。あ、ソケン本人、ソケン氏本人에게자신의サウンドチームステップ、ステップ들중에가장오랜시간함께해온ソケン氏의제자같은분이있는데요。グレムリンがよくわかんない喋り方するでしょ。グレムリンに뭔가뭐알수없는소리를말을하잖아요。夜中、家の押し入れの中で、にゃーって取って適当に貼り付けて。直樹さんこんな感じですかって言ってきて、あ、そうそうこんな感じって言って、そのまま彼の声が。그래서아그렘린의그뭔무슨말을하는지모르는것처럼그소리를어떻게난 어떻게만들었는가하는얘긴데요그얘기를아까말씀드린소켄씨의제자와같은직원분이이거그렘린의목소리를어떻게만들지고민을했다가자기의집에돌아가서정말거짓말아니고옷장속에콕박혀서소리를자기목소리로녹음을했대요이런목소리일까하고그래서다음날출근을해서요시다 PD 한테그렘린뭐이거뭐이런목소리하면될까요했더니아딱그거야그래가지고그래서막그래서픽스가된게지금의그렘린목소리라고합니다なんか14で大概これ何の音だろうって思ったやつは大概そいつだと思って動いてくれれば大丈夫です。그래서뭔가뭔소리인지모르는것같은효과음이들린다면하여튼일단그소겐씨의제자스태프분이만든것같습니다네계속해서다음질문가들어가겠습니다15분くらいですね아또넘버13네13번째질문인데요창천의이슈가레드못다한이야기6화에서에스틴이양이이제를추모하기위해놓은니메이아백합은무사히여행하기를이란꽃말을가지고있었습니다에오르지아에존재하는12신의이름을딴다른꽃들에도이꽃말이있는지있다면어떤것들인지궁금합니다뭐예를들어오시온로젤아즈마장미메니피나데이지할로네거베라등これはですね、まず回答から言うと、十二神の名前を借りた花にも、花言葉は存在しています。일단대답부터드리자면요、어떤곳에도일단은꽃말은존재하고있습니다。ただまだちょっとそのエピソードをゲームの中で語ったり、まあその秘話だったりで語ったりするタイミングがないので、いずれ出てくるかもしれないです。그꽃말을지금부터뭐비화등그못다한이야기등에서이야기할자리는없어서요앞으로는나올것이라고생각은합니다네뭐난데막決まってるのにこう教えてよせっかくだからって思うと思うんですけど왜있는데그냥알려주시지라고생각할수도있겠습니다만これは理由があってですね이건이유가있습니다あのこの想定秘話でエスリアンがあのイゼルを追悼するためにこう花を置いたっていうエピソードなんですけど、이창천의이야기못다한이야기에서에스틴이양이이제를추모하기위해서니메이아백합을놓았다는이야기인데요あれ実は書いたの僕なんですよ그거사실은쓴것이요시다본인입니다あの
当時ね、僕あまりにも忙しくてこれ以上仕事を増やすなって言われてたんですけど。저는그당시너무바빠서이이상일을늘리지마라고얘기를했었는데요どうしても書きたくて어떻게해서든좀쓰고싶어서あの当時ね、リンさんが実はマネージメントを僕のしてくれてたんだけど、リンさんにだけ他の人に絶対言わないでくれ、ね、俺が書いたって言わないでくれって言って、ね、お願いしてリンさんもじゃあ黙ってますよって言ってくれたんでこっそり書いたんですね。これ제가할까요제가할까요네그이원상전비화가한국어로도번역이되었잖아요그래서보시면은이이니메이아백합을놓는스토리가있어요그거를보통은시나리오작가들이쓰시는데이에피소드에한해서는요시다 PD 본인이있었어요근데그당시에는너무바쁜나머지이런쇼트스토리를쓰는일자체를요시다 PD 가한다는것이거의금지사항이었던때가있어서그때요시다 PD 본인이그때당시담당하던매니저였던저한테이거내가쓸테니까너한테만알려줄테니비밀로해달라그래가지고저는그거를아무한테얘기하지않고이제숨기고있었는데하이더서근데その時にどうしても花言葉っていうのをテーマに書きたくて、フォルタン博がアルフィノに向けてそのまあ二メアリリーを煎じて作った飲み物を渡すで言葉上は何も言わないんだけどそのこれからアルフィノがまた次の冒険へ出かけていくときに、旅の無事を祈っているよっていうことを意味してそうだったしもう一つそのエスニアンからおそらくイゼルへの手向けで置かれたって二つの意味を かぶせたかったんですよ花言葉として。본인이이스토리를쓰긴쓰는데굉장히꽃말이라는화두를굉장히쓰고싶었었대요그래서스토리를읽어보셨으면 아시겠지만은이꽃말의니메이미아백합을소재를쓴거에대한두가지의미가있었는데첫번째는포르탕백작이당시알피노에게니메이미아백합을어떤모티브로만든음료수를주는씬이있는데그씬에서백작은아무말로그렇게하지는않지만이꽃말을가진음료수를알피노에게주고알피노의앞날여행의앞날을기원한다뭐그런의미가한가지있었고그리고두번째가에스티니앙이이젤에게바치는추모하는꽃그런두가지의중의적인의미를두고썼습니다네その時にオダに世界設定のオダにいい花ないかな聞いたらじゃあ二メアリリー使いましょうそれで그래서그런얘기를쓰고자했을때그럼뭐적당한꽃이없을까했을때에우리세계관설정담당자인오다반리씨가있어요그사람에게뭐좋은꽃없니했더니이니메이아백합을추천해줬다고합니다まあそんな感じで決まっていくので今いろいろ言っちゃうと後で使いづらくなっちゃうんだよね그래서 하여튼이런식으로개발의사항들이결정이되어나가요그래서나꽃말자체는많이남아있지만그걸지금다오픈해버리면은나중에실제로게임에넣으려고할때어떻게넣어야될지좀복잡해지기때문에일단여기서는함구하겠습니다예そういうのを知ってもう一回読んでいただけるとまたちょっと、ね、味わいが違うかなと思います。괜찮으시다면오늘이이야기를들으시고나중에집에가셔서한번그때번역된이야기를더읽어보시면감회가새로울수있겠네요네계속해서다음질문가도록하겠습니다넘버5오그리주변이나모그모그무기를꺼낼때울리는형용하기어려운그소리는무엇으로어떻게만들어졌나요이거는아래かな뽕뽕뽕ってやつかな多分それですね뽕そうそうそう実はこれ話が深いんです이게실은좀복잡한얘기가있어요모그리에관するこれらの音が初めに作られたのはおそらくファイナルファンタジー6か7か8かなんかその辺なんですよ실제로모그리라는이생명체의소리가처음등장한것이파이널판타지역대시리즈6 7또는8 6 7 8중에하나일건데요기본적인そのクポっていう音はその時に作られたんですね기본적인クポ하는소리가그때먼저만들어졌고요でファイナルファンタジー14にはたくさんのなんかバリエーションのクポとかが
ウボ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 ウとかブーとかなんかいろいろありますけども。それあります、はい、あります、はい、あのでかいやつとか、ね、あ、なるほど、はい、そうそう、그래서 익포라는 기본 음을 가지고 파이널 판타지 14에서는 굉장히 많은 모그리의 소리 베리에이션이 존재를 하는데요. それらは新しく作ってるんですけども、その基本となるそのクポっていう音、これが何の音で作られてるかと言いますと、 그래서 베리에이션의 소리 자체는 스퀘닉스 팝판 14팀에서 제작을 하지만 그 기본적인 소리 쿠포 그 소리의 제작은 어떻게 되어 있는가 하면 当時、古いゲーム機種だったので、サウンドの波形を入れる容量が限りなく少なかった時代なんですね、その時のハードウェアっていうのが。 그래서 이게 굉장히 오래된 얘기인데 당시에 그 음악 그 음악 효과음을 만드는 기자재가 굉장히 낡은 기자재였었어요. 그래서 사운드 파일을 만들었다고 했을 때 그걸 자체를 넣어둘 수 있는 용량 자체가 굉장히 부족했던 시절이었습니다. 最も 용량을 食わない 波形は 何かと言いますと 3位牌になるんですね。 3位ってこれ。ああ、なるほど。 그래서 가장 파장을 적게 해서 용량을 덜 잡아먹는 파일이 뭐냐 했을 때 우리 수학할 때 그 사인 그 그래프 있잖아요. 그 꾹꾹 순간 사인 코사인 탄젠 사인 그래프 형태가 가장 파형이 용량이 덜 먹는데요. 音にすると、テレビとかラジオとかでたまに聞いたことあるかもしれないですけども、トゥーとか、ブーとか、ブーとか、多分なんか聞いたことあるかな。네, 그래서 여러분들께서 텔레비전이나 라디오를 들으실 때 방금 속인상의 메인 목소리 같은 그런 높거나 낮거나 들은 중간 푸 하는 그런 소리가 들리잖아요. 네, この音を 아라유르 에펙토, 아라유르 가공 그다스토 아노토になるんです. 그래서 그 소리를 이펙트를 어떻게 잘 집어서 갈고 닦아서 만들어 내면 그 목소리 소리가 나온다고 합니다. 知らなかった。몰랐어요. 그런 건. 다분 この 話 다분 されたこと 다분 他の タイトルでも あんま ないんで ほぼ 初公開かもしれないですね. 이 얘기 자체를 설명을 드린 게 다른 파이널 판타지 타이틀 때도 거의 없어서 이 자리가 처음이 아닐까 싶은데요. その単純な波形からあれだけの音を作るっていう技術もやっぱりこのスクエアニクスっていう会社ならではだと思います。 그래서 정말 아까 말씀드린 단순한 파형을 기반으로 복잡한 소리를 만들어내는 기술도 뭐 스퀘닉스에 갖고 있는 좋은 기술력이 아닌가 생각이 됩니다. 限りなく 少ない 용량から たくさんの効果音を作るっていう、まあその一つのアイデアですね。 용량을 극한까지 적게 줄여서 압축하면서도 많은 소리를 만들어낼 수 있는 그런 기술력이라고 볼 수 있겠습니다. 야, 근데 뭔가 てっきり テキストにするとクポって言うじゃない? あのクポから作ったんだと思ってた。 저는 그냥 이게 텍스트로 봤을 때는 쿠포라고 쓰여 있으니까 그 쿠포에서 만들었다고만 생각하고 있었습니다. 一番最初のクポは多分そうだと思うんですよ。 물론 제일 처음에 만들어진 과거의 역대 처음 쿠포는 그랬을 수도 있을 것 같아요. 14のモーグリってすごくいろんな動きをするんで、それに対してやっぱりオリジナルで音を当てなきゃいけないなっていう話になったんですよね。 그렇지만 파이널 판타지 14에서 봤을 때는 모그리들이 많이 등장을 하고 각 모그리들이 움직임이 많으니까 그 움직임 하나하나에 전용의 소리를 입혀야 된다는 어떤 사명감이 있었거든요. それは例えばですけど、あいつ飛んでやってくるじゃないですか。 ファーって、その時にふーって変な音なんですけど、あれも14オリジナルなんです。 그래서 예를 들어서 먼 곳에서 모그리가 날라오잖아요. 날라올 때 방금 소켄 씨가 말씀하신 그런 뭔가 이런 소리가 나잖아요. 그런 것도 모두 파이널 판타지 14에만 있는 오리지널 소리입니다. 結構14はそういうのたくさんありますね。 팝판 14에는 굉장히 그런 종류의 소리들이 많아요. まあ意外とそういうね効果音話聞いてみると深い理由があったりしますね。 의외로 그런 효과음을 재밌게 듣고 있어서 그런 깊은 이유가 있을 줄 몰랐네요. 18번 질문을 부탁드릴 수 있을까요? 18번째 질문이고요. 추억의 일기장에서 퀘스트의 영상을 쪼개서 시청할 수 있는 점은 좋은데
이제퀘스트에포함된영상을이어서볼수있는기능을만들어주실수는없는지궁금합니다메인퀘스트를할당시엔자동으로넘어가서시청이나몰입이좋았는데다시볼땐불편합니다무리です무리입니다細かく見たいっていう要望もあれば繋がってみたいっていう要望もあってどっちも満たすことはできなくてあと一旦そこまで자세하게끊어서보고자하는요그희망이있다면은반대쪽에는이제이어서보고싶다는희망사항도있으신데요그양쪽을전부만족시키는것은어렵습니다あとはカットシーンと呼ばれるシネマチックで作られているシーンとリアルタイムにその場で展開しているリアルタイムイベントっていうのがあってその2つが混在しているのがクエストなんですけど훨씬이존재하고있는시네마틱영상과리얼타임이벤트가있는것이혼재하고있는것이퀘스트인데요시네마틱은재현できるんですけどそのリアルタイムイベントの方はその場に行かないとやっぱり発生させられないのでこれをつなげて連続で再生するっていうことが不可能なんです컷신으로재생되는시네마틱영상은재현하는것이가능한데요리얼타임의이벤트는일단그자리에있지않으면은재현하는것이불가능하기때문에그렇습니다조금ちょっとだけ補足をしますね。ごめんなさい。또퀘스트를여러분들이하실때에여러가지컷신모두다컷신이라고생각하실수있겠지만실제여러분들이플레이하시는컷신의종류가두가지가있어요실제질문자분말씀하신것처럼클릭을하지않아도영상이자동적으로넘어가는그런컷신도있고또는실제그자리에내캐릭터가가지않으면시작하지않는종류의컷신도있거든요그래서그런두종류의컷신이있기때문에그거를한번에어떤시스템에넣어서질문자분이말씀하신것처럼자동으로넘어가게한다는것을만드는게어렵다는설명이었습니다なのでそういう人のためにもう一回クエストあの体験をもう一回そのままできるように作ったのが今日紹介した強くてニューゲームなのでぜひねそっちを使ってもう一回また思い出のクエストをね自分のキャラクターでプレイしてみてほしいです그러므로그런분들을위해서그러니까처음부터끝까지그때추억을다시되짚으면서플레이해보고싶어요라는분들을위해서이번에추가된것이임무다시하기기능이기때문에이번에그런희망이있으셨던분들은임무다시하기기능으로즐겨주셨으면좋겠습니다네약1시간가량여러분들의궁금한사항들을속시원하게답변해주셨죠1시간ほど개발자두분께큰박수부탁드리겠습니다박수부탁드리겠습니다감사합니다 감사합니다 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 그리고제가시작할때미처소개를못시켜드렸는데오늘수고하신통역에는스퀘어닉스1위님과한국판운영팀에서스퀘어닉스와코디네이션업무를하고계신이서진님이수고해주셨습니다같이最後にですけど今日この後また僕らホールに出てうろうろしてたりとかするので気軽に声をかけてもらえればと思いますしもしその時短いです質問ですよ短い質問があれば聞いてもらえれば多分その場で何かしら答えることもできるのでぜひ一緒にファンフェス楽しんでいければと思います순서자체는여기에서 Q&A 는끝나지만요앞으로남은시간동안요시다 PD 와속해있는본인이홀로직접나가서구경도많이할거예요그러면은보시면은더편하게말을걸어주시면좋겠고말을걸어주실때에정말짧은질문이다그러면은그때그때질문주시면대답하겠습니다네여러분그러면오늘그개발자노트는여기서정리를하고요저희는계속해서다음프로그램으로인사드리도록하겠습니다고맙습니다감사합니다감사합니다아따네또볼게요이따뵐게요